おー、しかもルート変えた。お、わー、魚さんのこの、フェイント、あー、いったじゃあ、レッツゴー、お願いしまーす。お願いしまーす。レッツゴー、レッツゴー。神さんって魚だから先生服なのかな。闇のゲーム。で、最初はね、転校しますんで、私に集まりたまえ。はい。魚に集まりたまえ。下に集まっていただいて。好きで分からん。できる限り寄っていただいて、色がちょっと見えるくらい。それじゃあ、クールダウンが終わってしまってますので、インポスターの方は10秒後に、まあ、口頭とかで数えて10秒後に切ると、サボタージュをお願いします。レッツゴー。よし、感じで。あ、配信の、なんだ、設定とか、大丈夫そうですかね、色とか。見せなかったですね。よし、レッツゴー。画像を下から。キクロ。白いくか。キクロ。いやー、数字数えられないね。あー、数えられないね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。小学生からやり直すか。数字誰か教えてくれ。黄緑、茶、黄、白。で、これに上から行きます。リアクター後は下は危険なのでね。いいサボタージュするね、このインポスター。あ、でも、一瞬で終わったね。いいサボタージュじゃなかったね。水色。ちょ、ピンクびっくりした。で、色ピンク。誰か死んでんじゃねえの？で、色ピンク、黄色。O2 で死体発見なんですが、O2 で、2人いるのを確認しており、俺がアドミンで見てるのを確認してる人を教えてください。魚さんがアドミンにいたのはナイトメアとサントスさん。私もいました。はい、見てます。千早も見てます。魚さんが求めてる情報はアドミンの情報？アドミンに誰かいたか、先端を疑っています。先端がカフェテリア、ウェポから、カフェテリアに行くときにすれ違っていて、トータスさんが、カフェテリアからウェポに行ってるため、トータスさんはやってないと思っています。O2 は多分ナイトメアさんが直したのかな。 O2 のです、ね、僕が O2 にそもそも行って直して、で直し終わって、アドミン側向かってるときにセンターさんとすれ違いましたね。そうで、僕が入って、タスクやってたら、高田さんがいつの間にかいて、で私が O2 から抜けたら、寺蔵さんがナビゲーション、はい、ウェポンで、タスク長めのタスクをしてて、で魚さんとすれ違ったっていう時系列ですね。ウェポンに一人いたと思うんですけど、ウェポンにいた人ってどなたですか？寺蔵さん、それが。断秒前ぐらい。アドミンから O2 に来る前ぐらい。魚さんがアドミンから O2 に来る前ぐらいだったらウェポンにいた。今、ナビゲーションの配線やってるとこ。あ、多分それだ。あ、そこで俺は寺蔵を見てる。で、寺蔵さんにおそらく犯行不可能だと思ってます。もうすでに O2 に死体があったってことだよね、多分魚さんがアドミンで見てて。2人いた状況下で、1人になってるので、僕が1人になった段階ですぐにアドミンから、カフェテレ向かってるので、って感じですね。その証言を。一応、ずっと呼ばれる10秒前くらいからアドミン見てたんですけど、その時はずっと O2 が1人きりだったので、私もやばいかなと思って向かってるところで呼ばれたって感じなんで、はい、魚さんの言ってることとついつま合ってます。死体は、なんだと思うけど、もう一回、じゃあ押すね。僕が押しますね。そうですね。一本お願いします。はい。まあ、O2 のね、タスクの方かな、奥の方かな。
は押すぜ。俺は動かねえ。不動の先端恐怖症。視点どうなのか私の視点で話すと、さっき言った通りナイトメアさんが中にいて、高野さんがいて、寺蔵さんと、ウェポンですれ違いカフェテリアに来ました。で、高野さんの死体の位置はオーツの中で間違いないですか？高野さんミュートですけど、ナイトメアさんもミュート。失礼、オーツの奥の方で間違いないです。奥の方で、ずっとアドミ見た人、ま、見てた人はいるんですかね？最後の10秒は私見てました。最後ってなると、じゃあ僕視点はナビゲーションから来た人とかか、もしくは坂田さんのセルフレポートって感じですね。坂田さんが寺蔵さんのそのがいたっていう証言があるなら、まあ、一個気になってるのが、トータさんが寺蔵さんがいたっていうのを言ってたのがちょっと気になってて、ああどこの場所でそれを知ったんだろうっていうのはちょっと気になってますね。え、あじゃなくて最後に会ったのがナビゲーションの前、死体報告入る前がナビゲーションの前で会いました。トータスどっちから来たの？シールドから？シールドじゃない、上から。あ、上から。というか、あ、俺の後ろについてきてる。トータスの。ナビゲーションって言いませんでした。ん？ナビゲーションの話しませんでした。ウェポン側から来て、ナビゲーション前で、配線をやってる俺を見たんだよね。うん、そう、そういうこと。俺はウェポンからナビゲーションに向かってるときに誰ともすれ違ってないから、うん、やっぱり先端っぽく感じてしまうな。あ、待って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 、え、待って待って待って、え、寺蔵さんはウェポンからナビゲーションに向かったんですか？そう。え、で、魚さんは O2 で発見する直前にウェポンで寺蔵さんを見たんですか？あ、見てない見てない。俺はアドミンで一人いるのをウェポンに一人見てる。ああ。あ、ちなみに、俺の犯行セルフリポートってほぼ不可能で、俺の後ろについてきてる人がいて、じゃないとその人との俺にポスターじゃないと成立しない。あと5秒間入れます。俺の後ろに出てくる人がいる。犯人のさ、心理としてはさ、 O2 からウェポン側に向かうって相当バカだと思いません？僕通りが多いところわざわざ犯行した後に向かうっていうのは、どっちかというと犯人は O2 からナビゲーション方向に逃げると思うんですよね。ベントも多いし。なると寺蔵さんかな。寺蔵さんがサクッとやってトータスさんとナビゲーションですれ違っちゃったって感じかな。ありがたい。俺は釣った方がいいかなって思っちゃうから、はい、もう一回押した。私を？賛成です。釣るんだったらもう一人釣ってくださいね。寺蔵さん、それってさ、先端がインポスターじゃなかった場合ってあの投票にならないと思ってるってことです。合ってます？それもあるけど、まあそんなにあんまりみんなが先端釣りに納得できてないんだったら、情報整理してなんとなくもうほぼ先端なんじゃないかって思っちゃったから。あ、私は納得派です。4名いましたもんね、黒以外だから。2名は少なくてもそうじゃないっていう指標値だったのかなと思ったんですけど。逆にスキップを入れた人の意見が聞きたいかな。私の話どうでした？最後のは、私、まあ、ポンコツすぎませんか？気持ちはわかるんだけど、センターさんして対抗馬って上げれるのかなって。それだったら、だから僕の話で言うと、犯人は O2 でサクッとやってナビゲーション側に向かうはずなんですよ。なると、うん、寺蔵さんとか、まあ、トータスさんとのそのすれ違い方はちょっとよく把握できなかったんですが、寺蔵さんからそうなると、魚さんが見た O2 に2人いたっていう状況ができないと思ってるんだよね。私ですよ。私と高田さんが2人いて、私が出て、その後でしょ。だって2人いてからいたのを見て確認して大津に向かったんでしょ。ってことは1人になったの見たんじゃなかったっけ、魚さんは。じゃあ僕が出たタイミングかな。だからその後に、その瞬間はだから僕が、通路にいて高田さんが大津にいて、ウェポンに寺田さんがいるっていう瞬間に高田さんが出たっていう時系列でしょ。で、寺田さんがウェポンからナビゲーションにその後行ったんだったら、そこですれ違わないんだったら寺蔵さんかなってなりますけどね。うんうん、じゃあ寺蔵先端ローラーでもいいよ、うん、俺は。いいの？なんか安直だな。他の可能性考えないんだ。僕が初手右ウェポンズでシューティングやってて、その終わった後にナビゲーションにタスクをやってて、終わって真ん中の
外の通路に出たタイミングで O2 が鳴って O2 直してるので、そこのところに少なくとも人がいなかったのだけは確認してます。じゃあナイトメアさん視点テラゾー先端だと先端さんに入れます。これがオロラしたかったらもう一回押してくれ。俺はしちゃったから。でも普通視点だとテラゾーさんって確証は別にないから、ストップだけはあんましないでくれって言っておきますね。マイキルだな。俺はちょっとあっぱれと言わざるを得ねえな、インポスター。んー、でもあれ以上の説得はできないな。ポンコツすぎる理論は通んないのかな。てかロラしてくれねえじゃん。あ、ボタン押しまで指定した方が良かったか。そんなキルしないわ、直前ナイトメアさんとすれ違ってて。マジか。あ、押してくれた。一応多分詰めた方がいいなと思って押しましたね。えらい。あの、一応気になったんだけど、あの時の最終位置って全員は、あの、洗ってなかった気がするから、もう一回確認させてほしいんですけど、うん。僕、シールドにいますね、シールドに。で、誰も、その後はテラドモさんとかに、ね、来たのは見てないです。クロモさんがシールドで、はい、サントスさんと僕がだからメトベイにいたよね。あ、今日ですか？いつですか？あのセンター高田さんが死んだ日。あ、マジ？え、最終位置メトベイじゃないですか？私アドミンから。あ、メトベイ、アドミン、アドミン、ごめん、俺が言い間違えた。千早さんもアドミンに立つてたね。そうっす、アドミンからカフェテリア、カフェテリアからアッパーエンジンで、アッパーエンジンの途中で、トータスさんとすれ違ってますね。最終位置はリアクターです。うん、最終位置はリアクター。なるほど。ギリギリ見たら、そう、アドミンにいました。その前はコミュニケーションでダウンロードでやってました。あ、誰か見てほしいっていいな。僕は見てないか。そう、アドミンでは一応サントスさんは見た、いたのは見てます、うん、はい。僕のことは覚えてましたね。覚えてます、はい。ああ、あれだ、あ、じゃあ大丈夫、あ、じゃあ大丈夫そうじゃない。黒って言ってた僕。結局俺はウェポンでセンターが下から来たのを見て、その直後に O2 を素通りしてナビゲーション側に向かってるから、センターが O2 から出てくるときに誰かが O2 に入ってくのを見てない時点で、もう誰か他の人間が O2 に入ってきて殺して俺の目に触れずにナビゲーションやシールドに向かうことが無理だと思ったからセンターだと確信したっていう感じです。時間的にテラゾーさんと俺ってすれ違わなきゃおかしいんですよね。それだったら反抗してないと、反抗した時にね、うん、なんでウェポンに俺がいるのを確認した状態で坂川さんは、O2 に向かったんでしょ。俺はナビゲーションに行って、だからテラゾーさんが反抗時間不可能じゃねって言ってるの、うん、俺とトータスさんとすれ違わなきゃおかしくないって時間帯、うん、おかしい。なるほどな。ただまあ僕視点だと直前に僕とすれ違ってて犯行に及んでることになるから、まあ大胆だなと言ってた。黒ってぐらいかな。ピンク黒って言ってた。うわ、最高場がいいんだよ、ね、てかよく見つからなかったな。なんだけど魚の視点からの魚が白になる。いずれにしてもそうなんですよね。まあ直前にセンターに見られてるのに直後に O2 で殺すっていう風に俺が考えるかどうかっていうのも考えてほしいかな。それ言うんだったら僕の意見も拾ってくれよ。それ通るんだったら僕の意見も拾えよ。直前にナイトメアさんと高田さんがいるの分かってて寺蔵さんもいて上に行くっていうのがおかしいだろ。それ言うんだったら拾ってくれよ僕の意見も。その理論は通んないって話じゃなかったのか。あ、しゃあない。僕視点は理不尽だけど村視点は僕しか容疑者いないからな。しゃあないっすねこれは。まあロラされ、ロラ、テラノさんが白ならロラ行かなくてよかったな。あ、死んでる。いやもう僕がもう、そうだな、もう見落とさない限りはもうないな、道が。明らかに他の人通ってないっていう他視点はあるからな。僕しか見れる人がいなかったのか。いや、そんなことあんのか。素晴らしいね、キルだね。やっぱりだね。じゃあ、死んどる。
僕ピンク黒って言ってた、ピンク黒黄茶色って言ってた、なんかもう一人言ってた気がした。ああ、3人死んどる。はい、やば。はい、は何やられてる。これセンターさん、ん、2人何やられてます。2人、2人やられてる。2人3人やられてるんじゃん。3人死んでる。センターじゃなかったって。じゃあセンターじゃなくないですか。絶対違くないですか。うん、意味わからんなそれ。3人やなこれ。いや、ね、開始から1分30秒ぐらいは経過してるから、別に1人で3キロはできるけど、うん、ワインだったら、センター目線の太鼓の寺蔵さんを処刑すればいいかなと思って。黒言ってなかった。俺を殺すとね、2位になって負けなので、絶対に俺は殺しちゃいけない。寺蔵さん目線って先端濃厚なんですよ。先端濃厚だったけど、先端じゃなかったらやばいなって感じだけど、うん、ケアするべきは俺とトータスさんの2インポスターだけですよ。それはどういうこと。ああ、そうね。テラゾーの視点から言うね。知ってるから。うん。発見しちゃうよな。ちなみに皆さん、最終位置はどの辺ですか。最終位置はストレージかな。釣りしかないのか。けど、外したらおしまい、ね。僕は酸素直した後、話す時間もないし。下の酸素直したの義足で、さあ、エレクトリカル行ってました。エレクトリカル、はいはいはい。クロムさんは僕、シールドにいますね。ほう。シールド、はい。おお、魚さんは。これカフェテリア。ああ、千早さん、何やったかこれ。一番右の部屋。ナビゲーションか。ああ。ナビゲーションで死んでたんすよ。ナビゲーション2に、リアクター2チームいましたけど、リアクター2次第かもないんですね。ヒソクさんとトタスさん次第って感じだね。ああ、なるほど。限り。俺、下から行って、コミュニケーション入った後、シールド取ってナビゲーションで見つけたんです。だから、通ってるトータスさん見てますね、俺。ほう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 。トータスさんが上に行ったの見てますね。もう一個突撃しないとダメですね。おい、ボタン俺押すわ。はい。押し押して。V 危ない。まあ、トータスのセーフリポート追ってるかな、俺は。もう一回押します。やばいな。俺押すからみんなリアクター行ってください。終わった。リアクターか。これうめえわ。よく見つからなかったな、クロムさん。ほら、すげえわ。本当にかいくぐったんだろうな、ちょうどな。あれと、わざるを得ない。押すんだ。押すんだ。ああ、早かったからってこと。うん、あれ、魚さんじゃないの？カフェテリアが同時に閉まった。うん、ずっと。怖い、怖い。なにこれ。バグっすか？ラグだね。たぶん、あ、どうなんでしょうね。多分同時押しなんじゃないですか、だから。ああ、どう思う。僕はシールドにいて、トータスさんが上に行ったのを見てるので、どうですかね。なんかでも、どうすか、皆さんの、わかんない、トータスさんのセルフってあります？テラソーさん目線となって。正直、容疑者が挙げられないです。なるほど。分かんな。分からんけど、やたら、そんなに俺ヘイト集まるようなことしたら。てかね、トータスさんほぼ白です。インポスター2人が入れてるはずだから。ああ。俺が入れてるけど、俺はインポスターじゃないんだよね。じゃあ違うところに入れる？オッケー。じゃあ、俺、義足さん、クロムさんの2択です。ああ、僕ですか。僕はとりあえず、酸素直してで、アドミンにいたので、ちょっと僕からちょっと全然判断できないんですけど。僕の何の要素を取って人狼だと思ってます？消去法じゃない。消去法？え、2インポスターいるんだったら投票するからです。僕はテラゾーさんにさっきの投票に入れてます。いいね。イノクさんもわからんな。俺確かに直してるの見たよ。O2 の下イノクさんまだ俺がでも魚さんのその理論でいくと義足さん、わかんなかったさんじゃなかったってことね。2章のうち義足さんではないから、そんなやれたかな。結構一緒にいたんだよ。その理論でいうとテラゾークロムになるけど、ね、魚さんは最初のキルちゃんと義足クロムどっちも無理だと思うんですけど、その義足クロムにいたくなったら俺ずっとシールドにいて、最初のキルじゃなくて別に他のキルはありえなくない？あ、まあ、それはそうです、ね、ありえるんじゃない？あ、クロムさんに入れます。お、
忘れたらごめんね。俺魚さんとオタスさんに切る、あ、に切るじゃねえや、二郎抜きしてきたから信用するしかないんだよな。いや、ナイスだったな、これは。魚さんがボタンを押すせいにしかよかったな。あるなぁ。あるんや。いや、これ素晴らしいなぁ。これで負けたらあんのかなぁ。先端さんで落ちてないごめんね、開けたらもう。これ素晴らしいね。もう一匹対釣る、あ、釣らん、釣れないのか。よくたどり着いたな、でも。まあクロムさんまでは導き出せるけど、その二投票理論で言うと、もう一人導き出せないはずなんだよな、坂野さんして。寺戸さんになっちゃうよね、義足さん投票してないから。的には寺戸さんまでね、ロラされなくてよかったね。寺戸さんのあの安直さは、うわ、インポスターだと思っちゃったな。安直すぎない？思っちゃったけど、しかも同じ理論で自己弁明してたから。完全に。僕はでも何言っても絶対釣られてたのな。クロムさんを見るしか勝ち筋っていうか、まあ、クロムさん見てても、クロムさんとのローラーだったからどっちみち避けられなかったね。なんかいい説得方法あったかな。いや、どうしようもないか。もう一は誰なんだ？もう一義足さんで投票し忘れっぽいんだよな。だからさっきの、魚さんの理論は合ってない気がするんだよな。義足さんだ。でもここのキルは見つかりそうだけどな、すぐ。ああ、お、ナイスサポートだ。フルタイム開けるか。わあ、いいね。いいサボタージュ決めてるね。これ素晴らしいね。おー、しかもルート変えた。お、うわあ、魚さんのこの、フェイント。ああいったああナイスフェイントすぎる、これ。マジか。危ねえ。マジか。いや、これはわからん。ストレージで死んでるんだが。わからんのんかい。これはわからん。今のフェイントじゃないのかい。義足さんとトータスさんの2択です。僕はもう全員、インポスター候補に全員で殺してるので奇跡が起きたのか。ああ、なるほど。はい、じゃあ僕目線はとりあえずトータスさんになっちゃうんですけど、そう、僕だったらもう負けだと思ってください。それはそれでちょっと怖いですけど。もう、いやいや、俺はどっちかもわからん。最後は2人一緒に行動したくて、それもエロクトリからにもその時は。いや、これわからんわ、ちょっと待って。たまたまだったのか、今のクイックターン。あれ、クイックターンなかったら終わったからね、終わってないですよ、皆さん。あと2つ。2つ。僕はもう終わってます。マジか。はぁ、めっちゃ連打してただろうな、今、義足さん。いや、でも今、義足さん。僕はもう初日からなんていうか、もう白の動きしかしてなかったんで、もう僕なんかもう弁明しようがないんですよ、疑われても。いやぁ、トータスさんさ、なんで停電直さなかったんですか、先に入ったのに。停電？迷ってんのか。あ、わからん。俺停電よりも何よりごめん。俺がバグってるかもしれない。まだ O2 治ってないのにみんな O2 から帰ってきてん。俺がバグってたのかもしれない。ごめん。なんで O2 治さねえの？トータスさん2票入れたのってどなたです？テラゾーと誰かじゃない？スキップとトータスさん2票。義足さんは無投票だったからあそこ洗っちゃダメなんだよ。僕普通にスキップに入れましたけど。俺もスキップ。あれ？ほら、おかしいよね。だから、どっちか絶対嘘ついてんのって。そこは、ないんだよ、そこは。おかしい、おかしい。だって、トータスさんスキップ、自分に入れるはずないから、トータスさんスキップじゃん。うん、で、僕がテラゾーさんに入れてるんでしょ、うん、義足さん入ってなかった。で、俺はスキップ入れてるから。義足さんは投票間に合わなかったって言えば通ったな。いや、僕も普通にスキップだったんですけど。あー、義足さん自身が気づいてなかったか。テラゾーがあのタイミングで、もしインポスターやったとしても、俺に入れたことは嘘つけへんよ。あー、義足さんが入れてください、お互い入れて。はい、黒
トータスさんに間違ったらごめんね、間違ったらごめんね、間違ったらごめんね。いやトータスさん白だと思ったんだ。トータスさん白だと思ったんです僕は。やめろその笑い、トータスさん。だるいや、これめっちゃいい試合だな。やったー。マジ先端ごめん。いや、これね。マジ先端ごめん。いや、マジで、神試合だった、マジで。いや、ごめん、先端ごめん、マジで。神試合です、ね、インポートじゃなかったんか。あのね、先端ごめん。あの、最後、魚さんは、どうやら無自覚でやっていたようだが、義賊さんはもう魚さんを殺せる準備はあったんですよ。そうなんですよ。めっちゃ止めてたんだけど、魚さんがなぜかリアクター側に急に気分が変わってリアクター側に向かったと見せかけてクイックターンして、そうそうそう、義賊さんから離れたからキルできなくて、しかも魚さんが見つけてるのよ。めっちゃ義賊さんさ、え、なんで追ってくるのと思って。あ、それ思ってたんだ。いや、ね、なんか確信はないから。そうなんですよ、キルの範囲からちょうど魚さんが逃げられてて、俺ね、アドミ見に行こうと思ってたのよ。アドミ見に行こうと思ってて、あ、そうなんだ、やられてるだろうからアドミ見ておこうと思ってて、ですよね、そしたら寺蔵さんの死体がプッとあったから、あっ、あ、いや、もうめちゃくちゃ魔界公爵負けるんかい。いや、惜し、義賊さん惜しかったね、最後。いやー、そうです、いや、先端さんと寺蔵さんローラー持ってって勝ちだと思いましたよ。魚剣士ってどうやって殺したの。え、誰が、なんかセンターさんに見られてる気満々で、あ、大津で殺したんですけど、黒川が見てない、やっぱりギリギリのところを塗ってますよね。わあ、そうか、センターさんが上に行った瞬間で殺し、右に戻りました。だよね、いや、俺とも会ってないって、もうギリギリもギリギリだと思うよ、それ。いやー、ごめん、めっちゃ寝たなと思ってた。その可能性はね、追えなかった、さすがに 100% 勝ったぜと思ったんだけどな、負けるとは思わなかった。これ逆転はすごいよ、すごい。てか、なんだろう、まず、そのクロムさん、まあ僕視点見返したら見えてたんですよ、ギリギリ、めっちゃ視界のギリギリ。でも、そうだとしてもね、村目線、まさか寺蔵さんとトータスさんの間に人がいるとは思わない、思ってなかった。ただ先端つった後に最終値当たったらシールドって言われたから、うんとはなったけど、ただもう見事なキルだった、1キル目が、ね、逃避つらかったんだろうね、こう回復工場がいなかったもんね、多分先端。そうそうそう、だから僕がもうしっかり捉えるしか勝ち筋がなかったから、お見事だったね。いやー、ごめん、いや完全にセンターお前はインポスターだとか言ってたけど、ごめん。俺も全くさ、可能性拾ってくれないよみたいな感じだった俺。しかもさ、楽しかったっすよ。めっちゃ言いたいことあるんだけどさ、寺蔵さんさ、僕のさ理論をさ、ポンコツすぎないみたいなやつを全員否定してさ、僕釣りに来たのにさ、寺蔵さんの番になったらさ、自己弁明がなんか他の人に見られてて、そのキルはおかしくないって言っててさ、その理論俺にも当てはめろやって言ってて。